この動画では肝細胞がんの画像診断のうち、多段階発がんに関わる前がん病変から高分化型肝細胞がんについて話していきたいと思います。肝細胞がんは、前がん病変を経て進行がんへとどんどん進んでいく多段階発がんの形態をとりますが、その多段階発がんについて理解することは、肝細胞がんを理解することにとって非常に重要ですので、この動画でも詳しく解説したいと思います。また、肝細胞がんの画像所見としては、早期脳栓、ウォッシュアウト、皮膜形成など有名な所見がありますが、それらは中分化型肝細胞がんの有名な所見ですので、その多血化する前の前がん病変から高分化型肝細胞がんまでの画像所見について詳しく解説していきたいと思います。なお、多血化した段階の中分化型肝細胞がんについては、こちらの動画で詳しく解説していますので、こちらの動画を参照いただけたらと思います。前がん病変から高分化型肝細胞がんまでの画像所見について知るとともに、他の疾患との鑑別や治療方針について知るということもテーマにお話していきたいと思います。キーワードについては、これらのキーワードについて話していますので、これらのキーワードに興味がある方は、ぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。まず、肝細胞がんの多段階発がんについて見ていきたいと思います。以前の動画でも見たスライドですが、非常に重要な概念ですので、こちらの動画でも説明していきたいと思います。肝細胞がん HCC は、肝組織から直接発生するがんであるアデノマ発がんを除いては、前がん病変が進行し、進行がんへと至る多段階発がんの形態をとります。再生結節、軽度異形結節、高度異形結節、早期肝細胞がん、高分化型肝細胞がん、中分化型肝細胞がん、低分化型肝細胞がんへと進行していきます。再生結節から高度異形結節までは、肝細胞がんになるまでの前がん病変で、こちらが進行していくと、通常、肝組織は門脈からの血流が主ですけれども、病変が進行するにつれて、門脈血流が減少し、腫瘍を栄養する新生血管が発達していきます。そして、中分化型肝細胞がんになると、ほぼ 100% 新生血管が栄養して早期脳栓を示すようになります。この動画では、再生結節から、こちらの高分化型肝細胞がんまで進行していく多血化前のこの辺りの段階で画像診断でどのように見えるのかについて詳しく見ていきたいと思います。それでは症例を見ていきたいと思います。80歳男性で非アルコール性脂肪肝炎、NASH による肝硬変を背景疾患として持つ患者さんの症例です。造影 CT では門脈層、平行層で肝 S6 に周囲肝と比べて低信号の主流が見受けられます。動脈層では周囲の肝臓よりも早期脳栓を示すといったことは見受けられません。EOB による造影 MRI ではダイナミック撮像は CT と同様ですが、肝細胞層で周囲の肝実質よりも低信号となっているのが特徴的です。また、インフェーズとポーズフェーズを撮像するケミカルシフトイメージングでは、インフェーズに対してオポーズドフェーズで信号が転化しており、主流内に脂肪があることが示唆されます。T2 強調画像と核酸強調画像では、周囲の肝実質よりもほんの少し淡い高信号に見えます。この方は生検が施行され、高分化型肝細胞がんと診断された方の症例となります。もう一例症例を見ていきたいと思います。83歳男性で軽度NASH疑いの患者さんの症例です。EOB によるダイナミック撮像では、動脈層では早期脳栓ははっきりしませんが、門脈層、移行層、肝細胞層で、肝 S8 に周囲肝よりも低信号の結節があります。T2 強調画像と核酸強調画像では淡い高信号。そしてこちらもインフェーズに対してオポーズドフェーズで信号が低下しており、脂肪の含有が示唆されます。画像上では先ほどの高分化型肝細胞がんとよく似ていますが、この方は病理検査の結果、高度異形結節、ハイグレードジストプラスチックノジュールと診断された症例です。異形結節、ディスプラスチックノジュールは、肝細胞がんの前がん病変として、軽度異形結節と高度異形結節に分類されます。結節のサイズは通常5から15ミリ程度で、病理的な知識をまとめると、軽度異形結節は 1.3 倍弱の軽度の細胞密度の増加があり、構造異形は認められません。索状構造は周囲肝よりも目立ちますが、肝細胞索の飛行や偽腺管構造形成は認められません。大再生結節との鑑別が時に困難で、高度異形結節の場合は 1.3 から2倍程度に細胞密度が増加し、軽度の構造異形を有します。不正な再削除配列を停止し、細毛異形の途絶は認められません。境界は不明瞭で、置換型の発育を停止し、こちらが画像では重要かもしれませんが、死亡沈着は 40% 程度に認められます。結節内門脈域は背景管よりも減少しますけれども、結節は門脈血流により栄養され、異常筋性血管はわずかに観察されますけれども未発達であるということになっています。よって早期脳性は示さないのが異形結節の特徴ということになります。残存門脈域の間質浸潤の有無が早期肝細胞がんとの重要な鑑別点とされていますが、多くの所見がオーバーラップがあるため、両者の鑑別は時に困難とされています。生検での鑑別は、間質浸潤が捉えられない場合は難しいとされています。異形結節の画像診断の所見についてまとめると、異形結節は門脈血流支配ですけれども、門脈域の減少が始まっており、ダイナミック造影動脈層での造影効果は、背景管と同等くらいまたは軽度低下を示します。MRI では T1 強調画像では高信号から等信号、T2 強調画像では低信号から等信号、拡散強調画像では背景管と等信号で、T1 強調画像、T2 強調画像、拡散強調画像では信号変化がない場合も多いです。重要な撮像としては EOB での肝細胞層がありますが、背景の肝臓と比較して、高信号からまた等信号、そして淡い低信号と様々な信号変化をとります。こちらは多段階発がんの段階で、再生結節、つまり安全な段階に近い段階では、造影剤の取り込みを示し、高信号、早期肝細胞がんに近い、悪性に近い段階では、取り込みの低下を示して低信号となります。よって EOB の所見から、安全な段階なのか、危ない段階なのかを区別することがある程度できます。肝細胞層での低信号化の背景には、OATP と呼ばれる造影剤の運び屋さんの発現低下があり、高度異形結節では約 40% 程度で肝細胞層での低信号が観察されるとされています。また、死亡沈着は 40% 程度に認められ、死亡沈着がある場合には、グラジエント位工法での T1 強調画像、インフェーズと比較してオポーズフェーズで信号が低下するケミカルシフトイメージングが観察に適しています。前がん病変である異形結節ががん化すると早期肝細胞がん、アーリーヘパトセルラーカルシノーマになります。早期肝細胞がんは2センチ以下の小型で境界不明瞭な高分化相当の肝細胞がんとされています。分化度は元の細胞の形態をどれぐらい維持しているかということですので、高分化というのは元の細胞の形態に近いがんということになります。多臓器がんでいう上皮内がんあるいは微小浸潤がんに相当すると考えられています。病理学的には異形が乏しい細胞の造成により細胞密度が2倍以上に増加し、不規則な再削除列を呈します。置換性増殖を示し、内部には様々な程度の偽腺管形成、死亡沈着、新生血管が観察されます。結節内の門脈域は保たれ、門脈からの血流で栄養されますが、門脈域の数は背景管の 25% に減少しているという報告があり、新生動脈血流も未発達で膨血性を示す場合が多いです。高頻度に死亡沈着が認められますけれども、早期肝細胞がんと高度異形結節の間には、病理学的な所見、または画像診断的にも多くのオーバーラップがあり、鑑別が難しい場合があります。早期肝細胞がんの画像診断についてまとめると、早期肝細胞がんは門脈支配ですが、結節内の門脈域の減少に伴う正常冠動脈の減少によって、動脈輸送ではこちらのような膨血性から凍結性を示します。組織医学的には新生動脈が認められるとされますが、その発達は不十分であり、画像上で竹粒が捉えられることは基本的にはありません。EOBMRI の肝細胞層では、こちらのような低信号結節として病出される頻度が高く早期診断に有用です。この背景には、異形結節のところでも説明しましたが、OATP の発現低下があり、早期肝細胞がんの約 80% に認められる所見とされています。ケミカルシフトイメージングでは、インフェーズに対してオポーズフェーズで信号が低下し、死亡沈着を示す所見もよく認められます。早期肝細胞がんが疑われる非多血性で、肝細胞層低信号の結節を経過観察すると、増大と多血化が高頻度に認められます。この多血化は10から 15mm 以上で、増大速度が速い結節で優位に増加するとされており、このような多血化を示す因子について意識することは非常に重要です。早期肝細胞がんを加療対象とするかどうかは現時点では明確に示されておらず、多血化した時点で加療するという方針の施設が多いとされています。早期幹細胞がんがさらに進行すると、高分化型幹細胞がん、ウェルディファレンシエイティドヘパトセルラーカルシノーマになります。早期幹細胞がんが置換性に増殖し、小節境界不明瞭型の肉眼系を呈するのに対し、高分化型幹細胞がんは膨張圧敗性に発育し、境界明瞭な単純型結節を示します。異形の乏しい主要細胞が2から3列の不規則な細索状または小型の銀線管を形成し、増殖します。サイズは2から3センチであることが多いですが、稀に5センチ程度の病変も存在するとされています。腫瘍内門脈域は減少あるいはほぼ消失し、異常筋性血管がある程度発達している特徴があるため、軽い早期脳性を示す場合があります。遷移性被膜は認められないか、または薄く存在するとされており、種々の程度の死亡沈着が認められます。サイズが増大するとともに内部の脱分化層が出現し、門脈浸潤の程度が増加するという病理的な特徴があります。高分化型幹細胞がんの画像診断としては、早期幹細胞がんと中分化型幹細胞がんとの中間的な画像所見を示します。新生動脈の発達はある程度進んでいることが多く、ダイナミック造影動脈層での造影効果としては、減弱するかある程度増強される場合があります。膨血性の結節の内部に結節上の造影効果が認められることがあり、多段階発がんによる脱分化を示唆します。脱分化とは、分化した細胞が機能や形態を失ったり、未分化な状態に戻ることを言います。こちらでは、大きな結節の内部に小さな結節が見えるということで、ノデュール・インノデュールと呼ばれる所見となります。内部の多血性の脱分化層は、微小なものでは、後期層では造影効果が消失または遷移しますが、増大に伴い、ウォッシュアウトが明瞭化し、周囲、結節内に広がるコロナ用脳線が認められます。中分化型幹細胞がんやコロナ用脳線に関しては、こちらの動画を参照いただけたらと思います。高分化型幹細胞がんでは、MRI の T2 強調画像及び拡散強調画像では、軽度高信号を呈することが多いです。また、ケミカルシフトイメージングの死亡沈着に関しては、比較的高頻度に認められます。EOB の幹細胞層では、ほぼ低信号を示す場合が多いです。高分化型幹細胞がんでは、結節内結節、ノドゥルインノドゥルの所見が見られる場合があるため、ここで補足したいと思います。結節内結節は、外側の大きい結節の内側に異なる画像所見を持つ小さい結節が内部に存在する所見のことを言います。結節の中に結節があるということで、門脈層や平行層などの後期層で、肝臓と比較して低信号のこの膨血性の結節の内部に、動脈層で高信号を示す、早期脳性を示す小さな結節があるというのが典型的です。この結節内結節は、幹細胞がんに非常に特徴的な所見とされ、幹細胞がんの2から 36% 程度で見られると報告されています。ここで多段階発がんが進むにつれて、病態がどのように変化していくのか、整理して見ていきたいと思います。多段階発がんが進行していくと、肝三つ組の破壊により、正常な冠動脈血流や門脈血流が低下していきます。中分化型幹細胞がんでは、腫瘍動脈が発達することによって、ほぼ 100% の動脈血流を得て早期脳性を示します。よってその前の前がん病変から高分化型幹細胞がんはこの辺りとなりますが、非多血性となり、早期層では早期脳性は示さず、膨血性や凍結性となります。EOB 造影剤は幹細胞に特異的に取り込まれますが、それは EOB のトランスポーター、つまり運び屋さんであるオーガニックアニオントランスポーティングポリペプタイド、OATP が運んでいます。多段階発がんの進行に伴って OATP の発現が低下し、幹細胞層で周囲間と比べて低信号となっていきます。再結成結節や軽度異形結節はこちらの通り、高信号から同信号の傾向があり、高度異形結節から高分化型幹細胞がんまで進むにつれて、等信号からどんどん低信号になっていく傾向があります。死亡の含有については、高度異形結節や早期幹細胞がんでは死亡を多く含有し、その部分をピークに低下していきます。つまり、ケミカルシフトイメージングで脂質の含有を示唆する所見があった場合には、高度異形結節や早期幹細胞がんを示唆する重要な所見ということになります。続いて細胞サイズについてですが、多段階発がんの進行に伴って細胞のサイズが小さくなっていく傾向があり、小さな細胞が大量に増殖することによって細胞密度が増加し、その間のスペースを拡散する水分子が拡散しづらくなり、拡散制限が起きます。よって、再生結節から高度異形結節あたりまでは拡散強調画像で異常を指摘できませんが、早期幹細胞がんや高分化型幹細胞がんあたりで拡散強調画像で淡い高信号を示すようになってきます。こちらのスライドは、再生結節、軽度異形結節、高度異形結節、早期幹細胞がん、高分化型幹細胞がんの画像所見についてまとめたものです。多段階発がんが進行するにつれて、門脈血流が減少し、新生血管の発達によって多血化が進み、T2 強調画像では高信号化、幹細胞層では低信号化が進みます。上腸間膜動脈から選択的に造影すると、正常な間組織、というのは門脈血流によって栄養されますけれども、多段階発がんが進んだ段階でその部分の門脈血流が減少するため、その部分だけ低信号で検出することができます。また、冠動脈を選択的に造影した場合には、多血化が進んだ場合には高信号化していきます。T2 強調画像では、幹細胞がんの病理的な水を反映して高信号化していきます。EOB では OATP の発現が多段階発がんが進むにつれて低下していく場合が多いため、幹細胞層では低信号化していくというのが、こちらの多段階発がんが進むにつれての画像所見となります。膨血性の結節の一部は後に多血化するものがあり、それらは中分化型幹細胞がんへと近づいていって悪性度を増したということを表しますが、膨血性の段階で幹細胞層でこのように低信号に見える結節があります。このような幹細胞層低信号の結節は後の多血化と関係があり、このような低信号で見える疾患の頻度については、すでに進行してしまっている進行幹細胞がんが 44%、早期幹細胞がんが 20%、高度異形結節が 27.5%、軽度異形結節または再生結節が 8% だったと報告されています。このような幹細胞層低信号の結節の多血化については、1年後が 18.3%、2年後が 25.2%、3年後が 30.3% の予測というふうになっています。多血化のリスク因子としては、サイズが 9mm というふうに記載されていました。こちらは、多血化のリスク因子についてまとめたものですけれども、増大速度が大きいもの、サイズが 10mm 以上のもの、10mm 以上は1年間の多血化率が 1.3% に対して、10mm 未満は1年間の多血化率が 0.1% ということで、10mm 以上がカットオフ値としてこちらでは記載されていました。T2 強調画像の高信号及び拡散強調画像での高信号、また幹細胞がんの寄与、こちらはハザード比 2.64。T1 強調画像での高信号、これは死亡などが含まれると思いますが、ハザード比 2.693 で報告されていました。膨血性の結節で幹細胞層が低信号になっている結節については、その後の経過について注意を払う必要があります。以上のことから画像診断と治療方針について考えると、異形結節よりも早期幹細胞がんを示唆する所見としては、T2 強調画像や拡散強調画像での高信号所見、ダイナミック CT、MRI での動脈優位層や、冠動脈を選択的に造影する CTHA での結節内多血化層、つまりノドゥリンノデュールの所見。上腸間膜動脈を選択的に造影する CTAP における門脈血流低下、つまり周囲患児室よりも低吸収となる所見。結節内の脂肪含有所見。EOBMRI 幹細胞層での低信号所見があります。これらの所見のうち、最も感度が高いのは幹細胞層での低吸収ですけれども、異形結節と早期幹細胞がんは画像上オーバーラップの所見が多数あり、厳密な鑑別は不可能だと思います。このようにこの2つの鑑別は非常に難しいですけれども、臨床的には厳密に鑑別することよりも、いずれも進行がんに移行する可能性が高いハイリスク病変として確実に拾い上げることの方が重要だと考えられています。よって画像診断の役割としては、進行がんに移行するリスクが高いハイリスクの結節、つまりサイズが 10mm 以上で増大傾向を示す非多血性幹細胞層低信号の結節をしっかり指摘することと、その結節を加療しない場合は多血化や増大がないか慎重に経過観察することが重要だとされています。肝がん診療ガイドラインのアルゴリズムでは、非多血化性の幹細胞層の低信号の結節で 15mm 以上であれば精査を進めるが、 15mm 以下であれば増大や多血化がないか慎重に経過観察するというふうにガイドライン上では定められています。よってサイズとしては 10mm や 15mm というのをカットオフ値として知っておくこと。さらに、適切な造影タイミングで撮像され、診断に有用な撮像条件で撮影されていること。また、フォローの場合は前回の条件が引き継がれているような適切な画像を提供するということが放射線技師としては非常に重要だと考えます。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は肝細胞がんの画像診断のうち、前がん病変から高分化型肝細胞がんまでの画像診断についてまとめました。再生結節、軽度異形結節、高度異形結節、早期肝細胞がん、高分化型肝細胞がんあたりがどのような画像所見を示すのかについて見てきました。画像診断としては、新生血管を発達で非多血性となるため、早期層では早期脳性は示さず、膨血性や凍結性となります。肝細胞層については、早期肝細胞がんや高分化型肝細胞がんあたり、進んだ段階で低信号を示すようになります。死亡沈着に関しては、高度異形結節や早期肝細胞がんがピークとなりますので、死亡沈着があった場合にはその段階を疑います。また、非多血性の結節を見た場合には、多血化のリスク因子について知る必要があります。中分化型肝細胞がんまで進んでしまうと多血化を示すため、その段階まで進む結節なのか、進まない結節なのか区別することは非常に重要です。多血化のリスク因子としては、肝細胞層での低信号、サイズ、こちらは 10mm や 15mm がカットオフ値に取られることが多いです。増大速度が大きい結節、T2 強調画像、核酸強調画像での高信号、肝細胞がんの既往、T1 強調画像での高信号がリスク因子となります。また、画像診断では、前がん病変から高分化型肝細胞がんまで、詳細な鑑別は困難となりますので、ハイリスク病変を拾うことが画像診断としては重要な役割となります。多血化するリスク因子の高い結節が指摘できる適切な造影タイミング、適切な分解能など、最適な撮像条件で撮像された画像を提供すること。また、多血化や増大がないか適切にフォローですね、前回の条件をしっかりと引き継いで、医師がフォローしやすい画像を提供するということが、放射線技師としては非常に重要な仕事になってくると思います。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。